回りますよ。こんにちは、ボンです。今回の動画は東条湖おもちゃ王国に行った時の動画です。0歳からね楽しめるので遊園地デビューにはもってこいなところとなってますので、よかったら最後まで見てください。今回は実況スタイルでお伝えします。新三田駅から無料のねシャトルバスも出てるんで、ぜひご利用ください。この日はねゴールデンウィークやったんでね、第2駐車場まで満帆で第3駐車場に停めることになりました。こちらが東条湖おもちゃ王国です。2000年におもちゃ王国になったんですが、それまでは東条湖ランドでした。私もねずっと行ってました。だからね何十年ぶりかのね来園でした。このスマイルクラブっていうのに登録すると、当日から使える割引券がもらえたり、誕生日月にはねめちゃめちゃお得なね誕生日クーポンが来るんでね、ぜひね行かれる方はね当日でも大丈夫なんで登録してみてください。誕生日クーポンがね当日登録したらなくて、係の人に聞いたら当日にはその誕生日クーポンが発行されないので、その返信メールをチケットを買うときに見せると誕生日クーポンが適用されるので、そこは焦らないでください。私めっちゃ焦りました。このね迷子ステッカーっていうのがめちゃめちゃ画期的で、お子様の名前とかお母さんお父さんの電話番号を書いて、その上からね保護シールを貼ると、見た目はね可愛いシールなんですが、迷子になった時そのシールをペラッと剥がすと個人情報が載ってるので、係員の人がねそれで電話かけてきてくれるので、ぜひねこれ利用してみてください。めちゃめちゃね画期的やなと思いました。でね、この東条湖おもちゃ王国はプールもあってね、そのプールが結構ねすごいスケールなんで、しかもね0歳からも楽しめるからね、結構幅広い年齢まで楽しめる遊園地なんですよ。でもね遊園地側は中学校のお兄ちゃんお姉ちゃんには物足りないかなと思うんですが、プールはねウォータースライダーとかあって楽しめると思います。今ねほぼちゃんがハッピーセット食べてますね。ここもね持ち込み可能なんですよ。あまりね持ち込み可能なんで遊園地がね結構少なくなったじゃないですか。ここはね OK なんでね、結構皆さんねレジャーシートを敷いて家で作ってきたお弁当とか、私たちはねマクドでねハッピーセット買っていきました。この日はねゴールデンウィークってこともあってね、めちゃめちゃ人が多くて、ちょっとね私いつも外に出ないもんやから、ちょっと人酔いしました。でここも長島スターランドと同じでチケット制なんですよ。もちろんフリーパスもあるんですけど、ほぼちゃんがねどれだけ乗れるかがねまだちょっとね未知数なんでね、今回もチケットで買うことにしました。1枚ね100円つづりなんですけど、1000円で11枚つづりになるので、ぜひねこの11枚つづりの1000円を買ったらちょっと100円お得やでって感じです。今ねほぼちゃん大好きなねコーヒーカップに乗ってますね。このね、バッテリーカーね、めちゃめちゃ面白いんですよ。でも、これはチケットじゃなくて、現金だけなんで、なぜかね、他のアトラクションめちゃめちゃ長蛇の列やのに、これだけポツンと空いてたんですよ。ま、これはね、フリーパスもね、適用じゃないから、でもね、面白いから、ちょっと200円。だから小銭も持っていかないとダメですね。前までね、横にこうやって親が乗ってね、運転してたのに、いつの間にかね、一人で運転できるようになってたんですよ。もうびっくりしました。ちゃんと、アクセルの赤いボタンがあって、アクセルウィーンって吹いて、ウィーンってね、運転してたから、将来ね、めちゃめちゃ車好きになりそうですね。ママ乗せてもらおう。これね、めっちゃ楽しかったみたいですよ。私の家族ね全員サービス業やったんですよ昔から。で自分もサービス業やったから、ゴールデンウィークにねテーマパークに行くってことがなかったから、ちょっと舐めてましたね。レストランもあって、ご飯を忘れてももちろん大丈夫です。あとねこの日はねゴールデンウィークやったからかもしれないんですけど、キッチンカーがねたくさんあってすごく面白かったです。そこら辺はホームページで確認してみてください。さすがゴールデンウィークすごい混んでます。あこれねドリームトレインって言って、これもね0歳から乗ることができます。ほとんどね0歳から OK です。こうやってねジージと一緒にね、これもね1時間ぐらい待ちました。
もうね、途中でね、私がね、並ぶの変わったろかってポポちゃんに言ったんですけど、いや、並ぶって言って、最初から最後まで1時間ね、頑張って並んでました。なかなかね、根性座ってますよね。ぬいぐるみのショーもあったんですけど、他にもステージがあって、そこではね、今日はプリキュアショーをやってました。で、これはクモンのね、あのチークガンがたくさん置いているお部屋なんですけど、東条湖おもちゃ王国は、こうやってね、室内型の遊ぶ施設が10箇所もあって、ここはクモンなんですけど、あとはトミカの部屋があったり、シルバニアファミリーの部屋があったり、雨でもね、結構楽しめるので、もう雨でどこも行くとこないわっていう方は、この東条湖おもちゃ王国いいかなと思います。赤ちゃんもね、ちょっと暑さにやられたら、こうやって室内型のね、冷暖房が効いたお部屋で、ちょっとね、遊ばせるのもいいかなと思います。絵本もね、たくさんあるので。さすがにね、トミカとかはね、めっちゃ並んでました。ちなみにね、今調べたら、おもちゃ王国って、岡山と愛知と群馬にもあるそうなんでね、ぜひね、お近くの方行ってみてください。すごくね、0歳児から楽しめるからね、小さいお子様の遊園地デビューにはね、めちゃめちゃ持ってこいかと思います。最後ね、メリーゴーランドを持ってましたよ。このメリーゴーランドに関しては、0歳から2歳のお子様の場合の付き添いは有料になるんですけど、3歳と4歳のお子様の場合の付き添いは無料で行けるそうなんで、とてもいいですね。これね、ちょっとね、もうこれから取り壊しになるかなと思って撮ってみました。ね、これで遊んだ方たくさんいらっしゃるんじゃないでしょうか。ね、なんかこう、ちゃんと修復して、また復活してほしいですね。こうやってね、お土産売り場もね、かなり充実してるんですよ。こうやってね、メルちゃんのね、な公式のおもちゃもあるんで、お母さん、お父さん、おじいちゃん、おばあちゃんはもしかしたらね、破産するかもしれないからね。ちょっとね、心構えしていかなあかんですね。もちろんね、トミカとかもあったから。どこへ？ほら、こうやって帰りたくないよってしゃがんでしまったんですけど、強行突破で帰りました。で、第3駐車場の目の前に、湖の水族館っていうのがあったんで、入園無料やから行ってみました。せっかくやから。川魚とかね、いろいろお魚展示してるんですけど、そんなね、規模は大きくないんで、ぜひね、東条湖おもちゃ王国に行かれて、まだ時間ありそうやったら立ち寄ってみてください。ジージはね、メダカが大好きやからね、とっても喜んでました。こうやってね、目の前がね、すっごいね、いい景色なんですよ。もう大自然の中の水族館って感じですよね。ポポちゃんはね、遊園地ね、たくさん行ってきたんですけど、なんか、行くたんびにね、一人で乗れるものがね、増えてね、とてもね、楽しそうでした。ポポちゃんがね、もう完全に一人に乗れるようになったら、フリーパスを買おうと思います。このね、フリーパス買うまでのね、こう、いつフリーパス買おうかなっていうのが、まだまだ踏ん切りがつかないですね。でね、せっかくやからね、道の駅に行こうと思います。この東条湖おもちゃ王国から車でね、10分ぐらいのところに道の駅があるんですよ。もうね、道の駅ってね、心躍るじゃないですか。だからぜひね、セットで行ってみてください。東条湖おもちゃ王国の提携しているホテルもあるんで、そのね、ホテルもね、入場券とセットに取ったら安くなるらしいので、というかね、東条湖おもちゃ王国のホームページね、めちゃめちゃね、わかりやすくて、すごくね、詳しく書かれてるんですよ。親心をくすぐるようなホームページなんですよ。なんかトイレはどうですかとか、0歳から乗れるものありますかとかね、結構質問に事細かくね、答えて、それをホームページに載せてくれてるので、何かね、こう、不安な点があっても、ホームページに大抵書いてるんで、ぜひね、チェックしてみてください。道の駅のね、アイスクリームを食べてますよ。ああ、かわいい。アイスクリーム食べてる姿はね、ほんまね、天使のように可愛いですね。再入場がね、可能なんでね、途中で抜けてご飯食べに行って、また帰ってくることもね、できるのでね、本当にね、昔ながらのレトロ遊園地って感じなんで、ぜひね、行ってみてください。遊園地デビューにはね、もってこいの遊園地だったんでね、0歳から幼稚園、小学校の低学年の方はね、すっごいね、楽しめると思います。次はね、なんもない、ゴールデンウィークとかね、関係ないね、土日に行ってみたいと思います。
ちょっとね、ゴールデンウィークはさすがに多かったですね。でもなんか、うわ、ゴールデンウィークの中遊園地来たぜっていう感じでね、サービス業家族にはね、なんかすごい新鮮な気持ちになりました。ちょっとでもね、何かの参考になったら嬉しいです。じゃあ、またねー。